まつり子のときめき音楽館。皆さんお元気でしたか？この暮れになりましてね、皆様お忙しいことと思いますが、まあ全国各地ね、今また異常気象で雪がたくさん積もって、本当に考えられないようなね状況になっておりますよね。私はね、南国育ちなのでね、もうあの大雪を見るとね、はあ、私には生きていけないな、いや過ごせないだろうなっていつも思っております。本当に皆さん、あの雪道でね、いろんな事故に遭われているようですけれども、本当にくれぐれもね、お気をつけてお過ごしくださいますようにね、お祈りいたしております。できたのかしら、浮気本気誰かいる、そうなのね男の迷いはもうやめて、お前に決めたと言ってじゃないの、愛してちゃくめろ、よかもまた私なんですが、実は私もこの12月に事故に遭遇いたしました。
本当に自分でも何が起きたんだろうっていう、とってもびっくりして、いまだにまだその後遺症が残ってるんですけれどもね。私自宅からもう本当に7メーターぐらい出たところなんですよね。そこがちょっと十字路になっておりまして、まあ市道なんですけれども、まあ私の速度といたしましては7キロから9キロの間だと思うんです。まあ徐行運転してたんですが、いきなし何かが私の前を飛んだんですね。でその音ガシャーッと音がしたので、あっと思ってブレーキ踏んだんですけれども、まあなんとバイクの方がお倒れになってたんでね、私もわあこれは大変なことになったと思ってびっくりしたんですが、でも日にちが経っていくにつれて、なんかなんだかおかしいじゃないかなっていう、今ちょっと疑問になってることがありまして、ちょっと保険屋さんとかね、あのお話ししてるんですけれども、なんかバイクと乗用車であるともう絶対乗用車の方が悪いんだという言葉にね、私ちょっと疑問を持ってるんですよね。というのはですね、私がもし正面走って右から来たんですよ。その右から来たバイクがなんで私の側面に当たらないで左側に当たってるんですね。ということは私の前を多分バイクが飛んだんでしょうかね。ちょっとその状況がね、私には分からないんですけれども、警察の方もね一応お呼びしたんですよね、事故の時にね。でも実況見分もなさらないで、免許証拝見、はい保険の証書を見せてくださいだけだったんですね。なぜどういう状況でどういうことが起きたのかというのを、私はてっきり質問されるなりそういう見分していただけるものと思っておりましたが、なんかそういうこともなく、で保険屋さんからも、まあ、事故当時は連絡したんですけれども、いまだに何もないんですね。書類を送ってきただけで、私はもうそれでちょっと納得いかないので、なぜ見に来ないのか、まだバイクの擦った跡が道路に残っている時になぜ来ないんですかと。というのはもう完璧にバイクの方が右側通行してらしたんですね。だから私はもうその道路をほとんど渡り切ろうとしてる時に来ちゃったので、もう自分でも何が起きたかわからなかったんですね。バイクと接触するとどういう状況であっても乗用車の方が不利なんだなっていうのをつくづく今考えさせられております。皆様ね、本当にもう起こしてしまったらもう、あ不運だったって自分で思うしかないんですよね。だから皆様も本当にお気をつけて、まあ、自転車の方バイクの方、本当に右から追い越すのだけはやめていただきたいなって、これ私何回も言ってると思います。それに自分が遭遇してしまったってことなんですけれども、やっぱり予感だったんでしょうかね。でも本当に笑い事ではなく、いい方向に今考えるようにしております。というのは車を運転するのが怖くなっちゃってるんですね。だから緊張しちゃって血圧がすごい上がっちゃうんですよね。だから自分の体のためにもあまり緊張しないようにと思ってるんですが、まあ、しばらくこのトラウマから抜け出せないでいるんではないかなって今つくづく思っております。どうぞ皆様もお気をつけてお過ごしくださいね。目の母でした。涙を見せない母でした。お母さん
あの年を今年で越えます。この秋たどる思い出、あの日の母の大隅半歩さたあみさき、あなたの黒が私の幸せ、ここにある旅が遠い、誰にも好かれず母でした。お母さん、お母さん、あなたの胸が私なれない面影だいて、たいもん金庫桜島。今日はなんだかね、最初からちょっぴり嫌なお話をしてしまいましたけれどもね、まあ、これを教訓にね、また頑張っていきたいと思っておりますというところでね、もうそろそろもうあと何日ですよね、お正月。もう私はね、気分を一新しましてね、お花も買いましたし楽しくやっていきたいなと思っております。で、今年はちょっと怪我をしたり事故にあったりいろいろありましたのでね、もう来年の初詣はね、もうしっかりお祈りしてまいりたいと思っております。皆様もどうぞね、良いお正月が迎えられますようにね、どうぞお元気でお過ごしください。また良いお年をお迎えくださいませ。では皆様さようなら。
川に流れるあの主題歌に